はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、社労士超入門労働基準法。いよいよですね、この社労士超入門シリーズ始めていきたいと思いますね。この社労士超入門シリーズはこちらにある通りですね、主にこれからね、社労士に興味があるという人や独学で社労士試験をもう勉強始めた、こういった人にですね、社労士試験の各試験科目の概要をですね、毎回本当に数十分のプチ講義で、おそらくですね、日本一スッキリした入門講座になると思いますが、解説をしていきたいと思います。さらにですね、その下にもありますが、この毎回のですね、この超入門講義で使用しているこのレジュメがですね、一発合格テレビのサイト、ね、これは、下の概要欄にね、リンクをもちろん貼っていますからね。そちらの方でですね、無料でダウンロードできるようになっています。これはね、もうすぐ秒でダウンロードできますから、ぜひですね、ダウンロードもね、使ってみていただけるといいと思います。それでは、始めていきますよ。はい、それではね、まずは1点目から見ていきたいと思います。社労士試験の労働基準法ということで、社労士試験の中でこの労働基準法という法律どれぐらい出題されるかっていうところをね、確認をしていきたいと思います。で、まずは出題数です。社労士試験はご存知だと思いますが、選択式試験という穴埋めの試験と択一式試験という五子択一の試験があります。で、労働基準法はもちろんどちらとも出題されることになります。で、選択式試験はですね、1問5個穴が開いているわけですが、通常労働基準法の純粋な出題というのは、通常そこに書いてあるように3問です。これに対して択一式はですね、全部で70問ありますが、そのうち7点必ず配点がありますということですね。で、出題の特徴です。働く人にとって一番身近な法律だからイメージがしやすいということで、やっぱり社労試験勉強するならまずは労働基準法から入るといいと思いますね。普段働いている人にとっては一番身近な法律だと思います。しかし奥が深く考えさせる問題もある。いわゆる、ね、社労試験の中で労働基準法というのは難易度は高い科目だと思っていただいていいと思いますね。結構ね、考えさせる問題、これは選択も択一もですね、出題されています。あとは最高裁の判例がよく出題される。これも労働基準法の特徴です。いわゆる判例というのは裁判例のことですが、その裁判例そんなに多く数があるわけではありませんから、ある程度ですね、勉強しておくと大体試験でも知った判例ということが出題されるようになってくると思いますね。はい、それではね、2点目、今度は労働基準法とは見て考えていきたいと思います。労働基準法、簡単に一言で言うと何かっていうと、労働条件の最低ルールが規定されています。最低基準ということですね。まあ、最低というのは労働者とね、使用者っていうのが労働基準法で出てくるんですが、まあ、労働者にとって最低基準というね、まあ、そんなイメージしてもらっていいと思いますね。で、具体的にこの労働条件とは何かというと、例えば労働契約とか、例えば解雇の問題とか、例えば賃金の問題とか、例えば労働時間とか休憩休日、ここがね、一番の難所って書いてありますけどね。で、あとは5番目、年次有給休暇、いわゆる有給です。これも労働基準法に規定されています。で、6番目は年少者妊産婦といって、まあ、ちょっと保護されるべき人が出てきてね、まあ、この辺はちょっと応用的なところになってくる。全てではないですけど、まあ、こういったね、働く人にとっては身近、名前は聞いたことあるという言葉ばかりだと思いますが、こういったことをですね、具体的に最低基準考えていく、これが労働基準法になります。はい、それではね、3点目、労働契約から少し確認をしていきたいと思います。で、労働契約、多分ですね、労働契約結んだことがない人っていうのはいらっしゃらないと思いますね。アルバイトでもパートでもですね、あとはもちろん正社員でも、皆さん最初に労働契約を結んでですね、働き始めると思いますね。その労働契約です。労働契約は労働者と使用者の合意だけで成立をします。つまり労働条件を言って、ね、労働者がそれで働きます、いいよ、使用者がいいよと言えば労働契約は成立するんだということですね。しかしやっぱ口約束だけだとですね、後のトラブルになりますから、後のトラブルを防止するため労働契約の際に
使用者に一定の労働条件を明示することが義務付けられている。つまり労働契約、書面等でですね、きちっと明示しないといけない。じゃあ何を明示するか、ここまで労働基準法で細かく規定がされています。この辺もしっかりとね、押さえていく、一つ一つ押さえていく必要があります。その中でその下、例えばですね、労働契約期間、これは絶対的明示項って書いてありますけど、必ずですね、使用者はですね、労働者と労働契約を結ぶ際に明示をしましょう。書面等で明示をしないといけないということなんですね。労働契約期間です。労働契約期間といってもですね、正社員っていうのは労働契約期間ってないんじゃないんですか。だけどこれは絶対的明示項ですから、例えば正社員の人だったら契約期間なしみたいな形でですね、労働契約書に必ず明示しないといけないということなんですね。で、いわゆる契約社員の人、こういった契約書にはですね、当然契約期間が当然入っていることになるわけですが、ここ労働基準法では原則3年までしか契約期間定められませんよ、それ以上長く定めちゃいけませんよ、こういうふうになってるんですね。これもね、なんか結構、おやっと思うかもしれませんね。なんで短くしてるのっていうことですよね。長い方が有利じゃないの思うかもしれませんが、やはりですね、これ昔ね、労働基準法っていうのは戦後すぐにできた法律で、ね、昔はですね、不当に長い労働契約期間をね、使用者が結ばせて、もう労働者をですね、縛りつける、今のような昇給があるとかですね、そんなこと考えないというかね、もう安い賃金で長期間縛りつける、まあ、こういったことが横行してたんでしょうね。ですから労働基準法はですね、原則3年までよ、もちろん更新はあっていいですよ、更新はあっていいけど労働契約期間3年までよ。ただ、まあ、さっき言った正社員の契約とか有期事業、これ有期事業っていうのは期間が決まってる事業ですけど、そういったものは除きます。で、例外として5年まで労働契約結べる人がいますよ。法律はですね、何でも原則があれば例外があってね、で社労士試験だったらその例外の例外まで出てきてしますからね、まあ、この辺まで正確に押さえておかないといけませんが、労働契約期間5年まで結べる人っていうのは2人だけです。いわゆる専門的知識等の人、いわゆる専門家です。ここには社労士も入ってますよ。社労士さんをですね、社労士の業務としてね、働かせるような場合は労働契約期間1回あたり5年まで結べる、これ会社の都合でしょうね。で、2点目は満60歳以上の人。満60歳以上の人は、これは、まあ、この人のことを考えてなかなか更新難しいでしょうからね、次の更新がね、だから最大5年まで結べることになっていますからね、知っておいていただければと思います。はい、それではね、4点目、解雇見ていきたいと思います。解雇の問題、結構労働基準法ではクローズアップして問われています。よく問われますしね、しっかりと、ね、労働基準法に規定があります。なんでかっていうと、やはりですね、解雇されると労働者は生活の術を失いますからね、やっぱり労働者にとっては死活問題になる可能性がありますから、この解雇っていうのは結構ね、いろいろ制限されているんですね。で、まずは解雇の定義確認をしていきましょう。解雇とは使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約のこと。使用者の一方的な意思表示による労働契約の解約ですから、いわゆる労働者側からですね、こんな会社辞めてやる、これは当然解雇ではないわけですよね。だから労働者は解雇されるとたちまち生活に困ってしまうので、解雇について規制があります。労働基準法では大きくその下に書いてあります2つの規制があります。まずは上の段、解雇制限。これはですね、まあ、基本的に解雇できない、この場合は解雇できませんよ、まあ、こんなことが書いてあるのが解雇制限。これ2つあります。解雇する場合の手続きも書いてあります。この2つが労働基準法で大きく書いてあることということですね。まず解雇制限から見ていきます。2つ、もちろん試験的には覚えないといけません。まず1点目は業務上傷病で休業する期間、その後30日間ということです。業務上傷病というのは、業務上というのは仕事中、傷病というのは怪我と病気のことをまとめた言葉です、ね、業務上傷病で休業したら復帰してもですね、原則30日間は絶対に解雇できませんよということです。もう一つ、産前産後休業期間、これは労働基準法で規定がされています。これプラス30日間もやっぱり原則絶対解雇できませんよ。この後ね、解雇できる場合が2つだけ例外があるんですけどね、まあ、その辺もまず必ずね、社労士試験対策としては押さえていく必要がありますが、まず今の段階では解雇できない期間が2つ定められている、どちらもプラス30日間というのがあるんだというのはね、知っておいてください。解雇できる場合の手続き、これも2つ規定があります。
まずは解雇予告。これは何かっていうと、人を解雇する、労働者を解雇するときには少なくとも30日前に予告をしましょうということなんですね。この30日って何のためにあると思います？当然この労働者がもう解雇されてしまうわけですから、次の仕事を探すまでの30日間だというふうに思ってください。実はですね、民法という法律にもこの労働契約の解約について規定があってですね、その場合は2週間前に当事者を言えばいいということになってるんですね、うん、ただ2週間じゃちょっと難しすぎるので、労働基準法では30日前には言いましょうという解雇予告、ね、規定がされています。でもう1点、解雇予告手当と言います。解雇予告手当って何かっていうと、即時解雇をする場合です。もうすぐ明日から来なくていいっていう場合、この場合はですね、解雇予告手当を払わないといけません。で、解雇予告手当は何かっていうと、平均賃金の30日分以上というふうに労働基準法で規定がされています。平均賃金とは何か、これは労働者の1日あたりの賃金だと思ってください、ね、これも計算式も労働基準法にありますからね。1日分の賃金、これの30日分ですから、まあ、基本的には1ヶ月分ですよね。解雇予告手当というのはね、労働者の1ヶ月分の賃金を渡して、明日から来るなというふうに言えるということですね。そうするとその30日分の賃金でですね、1ヶ月ぐらいは仕事を探せると、まあそんなイメージしておいていただければと思います。はい、それではね、5点目、労働時間休憩休日。最初に一番の難所だと言ったところですね。結構ボリュームがあります。ここはね、一番基本の基本だけお話をしていきたいと思います。まずは法定労働時間という概念、これすごく重要です。これはもちろん労働基準法が定めた時間ということですね、はい、いわゆる最低の労働時間、まあ、言うなればこれ以上働かせることは使用者できませんよと労働基準法が言っている時間、これが法定労働時間ということになります。これは原則1日も8時間までです。休憩時間はもちろん含みませんよ。1週間は40時間、ただ一定のね、常時10人未満の職場でですね、一定の業種で週44時間まで働かせていいですよっていうのも決まられています。ただ原則は1日8時間、1週40時間。ちょっと考えてみてください。1日8時間までってことは、月曜日から金曜日まで、5日間ありますから、これだけで1日8時間だと5、8、40時間ということは、まあ、完全に週休2日制にしないと回らないぐらいが最長の労働時間として規定されているわけですね、はい、知っておいてください。そんなんで世の中回ってないよ、誰でも思うと思うんですね。だからいろいろ例外が出てくるわけですよ。でまずはその右側、変形労働時間制という時間制度があります。これ何かっていうと、法定労働時間をですね、使用者の都合でですね、労働時間をですね、自由にこう組み替えることができるという制度です。中には労働者にメリットのあるフレックスタイム制、いつ来ていつ帰ってもいいよ、ね、なんとなくわかると思います。そういったものも労働基準法の変形労働時間制の中で規定されています。あとはみなし労働時間制、これちょっと、ね、名前が面白いですけど、労働時間をみなすと、例えばですね、ずっと1日ね会社の外で働いている、そういう労働者はですね、1日ねどれだけ働いたかわかりませんよね。ですからもう会社が定めたですね、労働時間で働いたことにしましょうというようなみなし労働時間制、他にもありますけどね、はい、3つあります。この辺もしっかりとね、押さえていく必要があります。あとはその下、時間外労働と休日労働というところ、これも非常に重要なところです。時間外労働というのは、ね、これは法定労働時間を超えて働かせること、働くことで、休日労働というのは法定休日、この下にありますが、法定休日を潰して働くことを休日労働と言います。この時にはですね、ご存知だと思います、割増賃金ということで、通常の、ね、賃金よりも割増で賃金を、ね、払わないといけない、ここまで労働基準法で決められています。でその下、休憩の3原則、休憩というのも必ず、ね、与えないといけなくて、そこには3原則というのがあります。何かっていうと、途中原則、一斉原則、自由原則、必ず労働時間の途中に与える、みんな一斉に与える、あとは休憩時間は自由に使わせる、これが3原則ということです。もちろん例外もね出てきますから、その例外のところもですね、しっかりと見ていくことになります。あとは先ほども出てきましたが、一番下、法定休日、これも労働基準法が定めた休日は、実はですね、まだ未だに毎週少なくとも1回休みを取らせれば、これ労働基準法上はクリアします。
これだけ完全週休2日制の制度が広がってはきていますが、最低基準である労働基準法、法定休日は週1回なんだというところ、これしっかりと覚えておいてくださいね。あとですね、その下41条該当者、これ労働基準法の条文番号ですには、上記、これ4人いますけど、上記の労働時間休憩休日の規定は適用されない。つまりこのね、労働時間休憩休日の規定が、ね、適用されない人っていうのも4人ぐらいいます、ね、やっぱりいるね、いろんな人。例えば会社の部長さんクラスの人とかね、課長秘書の人とか、そういった人はこの労働時間休憩休日の人は適用されませんよ、まあ、こんな話もあったりしますから、本当にいろいろね出てきます。ここはね非常に、ボリュームがあって、労働基準法で、一番ねメインのところという認識していただいていいと思いますね。はい、それではね、6点目、年次有給休暇、いわゆる有給ということですね、まあ、法律家は年給と言ったりします。でこれについても全て労働基準法で規定がされているんですね。で労働基準法っていうのはあらゆる労働者に適用されるんです。例えばアルバイト、パートの人だから、みんなね、これ有給はある、これが当たり前なんです。特別に会社が与えてくれてるわけではなくて、まあ、労働基準法という使用者が絶対に守らないといけない法律の中で規定がされています。まあ、その中でですね、まあ、ここはですね Q&A 形式でちょっとね説明していきたいと思います。まず1点目、有給ってどのくらいもらえるかということですね。これも決まってます、もちろんね。で、例えば最初だと6ヶ月間真面目に働けば最低10日間はもらえるっていうルールがあります。最低10日間はもらえる。でその後からは1年ごとにね11、12って増えていったりします、有給の付与期間がね。で、2番目、パートやアルバイトでも取得できるの。先ほど言った通り、全ての労働者が対象の労働基準法ですから当然もらえます。だけどその下、通常の労働者、これ社員さんだと思ってくださいと、労働日数等に比例してもらえる、これ比例付与と言います。これも計算がねできる必要があります。単純なところでいきますよ。例えば週6日働くね社員さん、その人が6ヶ月働けば10日間もらえますよね。じゃあ週3日しか働かないパートさん、これは6ヶ月後いくらもらえるか、これは当然5日、つまり労働日数に比例してもらえる。これももちろん計算式がありますから、まあ、その辺を押さえて計算できるようにしておく必要がありますけどね。比例でもらえる。ゼロというのはないですからね、ちなみにね。で、3点目。有給は最大何日もらえるの？先ほど言ったように、最初は6ヶ月後にね、10日もらえるって言いましたね。その後11、12って増えていくんです。で、最大でですね、6.5年以上、つまり6年5ヶ月以上、ね、これ継続勤務、ごめんなさい、入社して6年と半年、以上働いてる人、こういった人はですね最低毎年20もらえます。20、すごいですよね。20日有給がついてる、6年半以上、ね、毎年働い、もうずっと働いてる人は毎年毎年20日間は有給休暇がもらえるということですね。ですから皆さん方の会社で最大で有給持ってる人何日持ってます？だいたい40日持ってるっていう人が多いと思いますね。なんで40かっていうと、もう6年半以上働いてる人は毎年20もらえます。でやっぱりね、なかなか20使えなずね、もう未消化で終わってしまう。そうすると、この実は有給の時効期間っていうのがあって、これ2年間なんですね。ということはもう20、20でもらってね、で、まあ、使ってもですね、また20がその次の年来ますから、まあ、どん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 20が溜まっていくので、まあ、最大で40日分、3年前にもらったものだからね、時効消滅しているんでね、最大で持ってる有給期間40というね、人多いと思いますね。で最後、使用者に有給を与える義務がある。これ最近の規定です。実はね、義務があるんです。原則1年間に最低5日以上を与える義務がある。昔はなかったんです。そうだね、だから全然有給なんか使ったことないっていう労働者もいたかもしれません。しかし今はね、最低10日以上与える労働者には1年間に5日は絶対取らせましょうというね、そういった義務なんです、ね、そういう規定がありますから、ね、この規定によってですね、最近有給積極的に取らせてくれるようになったな感じで思われている人もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、これ労働基準法で規定が入ったからなんですね。知っておいていただければと思います。はい、それではね、7点目、年少者妊産婦見ていきたいと思いますね。まあ、ここが一番難しいところって最初にお話をしました。いわゆるですね、先ほどまで年給までのところの話っていうのは、これはまあ一般の大人の労働者の話、こんな風に考えてもらっていいと思いますね。
で、労働基準法上保護すべき人ということで、この2人の人、規定があるんですね。だから先ほどの話よりもちょっと違うことが出てくる、まあ、この辺までもちろん試験では出ますから、きちっとカバーできるようにしておく必要があります。いわゆる労働基準法のルールの中で特別に保護されている人、年少者で、まずは年少者ではなくて児童という定義も出てきます。これは中学生以下です。これは原則使用禁止、つまり、使用者は、児童を働かせてはいけない。なんで？当たり前ですよね。だって中学生以下って義務教育ですから、ね、学業が本分です。で、今度は年少者っていう概念、これは満18歳未満になりました。ですから、まあ未成年者と一緒ですけどね、満18歳未満となったということですね。ですから、まあ、いわゆる高校2年生ぐらいまでですね。高校3年生になると18歳もいますから、年少者じゃない、ね、人もいますけどね、はい、まあ大体高校生以下ぐらいかな。こうなるとですね、何が規定されているかというと、先ほど言った時間外労働、休日労働、あとは深夜業も原則禁止です。深夜業っていうのは原則夜10時以降に働かせること、これも原則禁止、もちろん例外もありますけどね。そんなことが規定されています。さらに妊産婦、これまず定義重要です。妊娠中プラス産後1年を経過しない女性、つまり産む前と産んだ後の女性を含めて妊産婦という概念があります。で、この妊産婦の場合は請求したら時間外労働、休日労働、深夜業がやっぱり全て禁止になるということになりますね。もちろんね、例外の話とか、41条該当になった妊産婦はどうなるかとかね、まあいろいろ難しい問題出てきますが、まず原則のきちっとした定義、しっかりとまず押さえておくのが重要かなというふうに思います。ということで、こちら最後にもありますようにね、まあいかがだったでしょうか。労働基準法っていうのはなんとなくね、言葉も聞いてるし勉強しやすそうだな。で、やっぱり働く人にとって一番身近な法律ということになるので、興味を持って勉強できると思いますよ。この社労士試験で短期で合格を目指そうとすると、まあ、ぜひおすすめしたいものがあります。で、社労士試験っていうのはね、まず知っておいてほしいのは、暗記試験ではありません。情報整理の試験だと思ってもらったり、できるだけ整理するのが上手い人が早く受かります。そういう意味で、私、企画認識法で社労士プチ講義というね、動画公開してますから、これもね、概要欄からね、リンク貼ってますから確認していただければと思います。さらに数字がやはりいっぱい出てきます。社労士試験ね、数字苦手、私自身も苦手です。そういう人用にですね、もう数字だけ集めた、問題形式のプチ講義、社労士の数字という講義やってます。これも、リンク貼っておきますから、ぜひね、見ていただければと思います。まあ、このようにですね、この一発合格テレビでは、通学通信独学、あらゆる社労士受験生をね、有益な情報をですね、もう毎週定期的に公開をしています。で、もう動画の公開もかなり進んでますから、ぜひですね、動画のですね、再生リストなんかを見てもらって確認をしていただければなというふうに思います。今回は以上です。